日ごとの糧、2023年11月8日、祝福あれ、主の皆によって来る人に、私たちは主の家からあなたたちを祝福する。詩編118編26節。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる資格を与えた。ヨハネによる福音書1章12節。主の家とか神の子という言葉は関係性といいますか、絆といいますか、そういうようなものをこう想起させますよね。神様からの祝福というのは、その関係性の中に味わうことができるのだということなんだと思います。祝福というのは単に何かをこう手に入れたとか、何か得をしたということではなくて、神様との関わりの中で味わえる、安堵感というか、安心感、平安、喜び、そういうのが、土台になっているものなんだろうなと思うんですよね。神の異なる資格というのは、ちょうどルカによる福音書の中に書かれている、放蕩息子が家に帰ってきて、お父さんがまだ、息子は遠くにいたのに見つけ出して、走り寄って、抱きしめて、口づけして、そして大喜びで家に迎えて、服を着替えさせて、指輪をはめさせ、靴を履かせ、そして大宴会を開くという、そんな場面が、ルカの福音書の中に書いてあるんですけども、そういう、神の子とされるというのは、神様からそういう取り扱いを受けるという、大いなる喜びの出来事として、理解される必要があるんだと思うんですね。神様は私たちがはるか遠くに離れている放蕩息子のような存在であるにもかかわらず、あるいはあったにもかかわらず、罪を許し、包み込み、愛で取り囲んでくださる、そういう神様なんだよなというのが聖書の教えなんでしょうね。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。祝福あれ、主の皆によって来る人に、私たちは主の家からあなたたちを祝福する。今日、いろんな状況の中にね、今生きていらっしゃると思いますけれども、神様との関わりの中で、神様につか、こうね、捕まえてもらってよかったなというか、神様にいつも寄り添ってもらえてありがたいなとか、そういう思いを少しでも持つことができたらと思うんですよね。良い一日になりますように。褒め歌がそう。